ウィズチャンネルをご覧になっている皆様、お疲れ様です。ニューレディの肉の麹肉よです。本日もウィズ編集部に寄せられた様々なお悩みにふわっと回答していきたいと思います。よろしく。ひょんなことから高校の時の元彼と連絡を取り合うようになって、気づくと元彼のことを考えている自分がいます。何でしょう、高校の時のキュンキュンが頭から離れなくて。私は3年前に結婚し、子供が1人います。旦那は信じられないほど優しさで溢れていますが、信じられないほど低収入です。私の実家が太いのでお金には困っていませんが、旦那と正反対の元彼の活躍ぶりを聞くと、たまに旦那に興ざめします。元彼にもすでに家庭があるのでフラットな関係ですが、浮ついた気持ちで会うのはやめた方がいいでしょうか。相手にその気はないと思いますが、これが不倫の入り口ですか。横浜にお住まいの小室さん、29歳の方からのご相談です。横浜というね、町はね、大人の声がね、似合う町で、どこでね、シャッターを切ってもね、横浜って絵になっちゃう町なんですよね。特になんか赤レンガ倉庫街とか山下公園、それから中華街にみなとみらいなんか、もう千葉県民がね、歯ぎしりするようなね、美しいデートスポットでね、そこでね、不倫の妄想デートをしてしまうっていう気持ちは、とってもよくわかります。そんな横浜への私の妄想と同系と嫉妬はさておいて、小室さんのご相談内容ですが、ひょんなことから高校時代の元彼と連絡を取り合うようになって、既婚でお子さんもいらっしゃるのに胸がキュンキュンしているっていうことですよね。しかも実家が太いので小室さんはお金もどうやら持っている。これは生活にも余裕があるというふうに思われるので、浮ついた気持ちにもなっちゃうの、わかるような気がします。人を好きになる気持ち自体は人間の自然な感情で、悪いことではないっていうふうに思うんですけども、家庭を持っていると少し厄介ですよね。不倫というのは法律上離婚事由の不貞行為にあたるので、簡単に進めることはできません。ダブル不倫の場合、不倫相手の配偶者から慰謝料を請求されるケースもありますし、小室さん自身にお子さんもいらっしゃるようなので、離婚となるとその子に少なからぬ影響も与えることになるでしょう。小室さんの太い実家も我が子が不倫をしているということとなると、応援する気持ちがなくなるかもしれませんよね。そういったね、代償を払ってもお互いがいいと思っているならば、私に止める権利はないので、どうぞご自由に不倫の恋愛を楽しんでくださいっていう感覚なんですけども、そうは言ってもね、世の中の不倫っていうのは最初から覚悟を持ってするケースっていうのはほとんどなくて、大抵は軽い気持ちで始めて気がついたらハマってしまうっていうパターンが多いですよね。だからね、軽い気持ちで不倫の恋を考えている人には、ついつい脅しをかけるように、いろいろと大変だよという声掛けをして思いとどまらせてしまう、おせっかいお姉さん、おせっかいおばさん、おせっかいおじさん、よくわかんない、そういう風な状態になってしまう私なのでありました。思い出ってね、いつだって美しくて手に入らない果実はいつだって魅力的に見えるものです。元彼との禁断の恋を想像することは相当楽しいことだと思うんですけども、ただ現実的なことを言うと、別れるには別れるなりの理由があったはずなんです。少なくともどちらか一方はそういう気持ちがあったから別れたということなんです。どっちが振ったかは分かりませんが、振り振られっていうのを経て別れたはずなんです。まずはね、それを冷静に思い出しましょう。そしてね、元彼と全く違うタイプの現配偶者を選んで、お子さんも作られたということも、ご自身でそれなりの理由があったからだと思います。そしてね、お子さんの笑顔が父親と母親が別れることになったら、曇ってしまうかもしれません。それを思い出しましょう。なんだかね、気持ちを萎えさせる妖怪、萎えないババアになってしまっている感じですよね。
現配偶者の給与が低いことについては、まあそれ込みで結婚に踏み切ったのでしょうし、信じられないほど優しいなどいいところもあり、その配偶者だからこそ実家からの支援というのもあると思うんで、私には悪くない選択肢だなというふうに思いました。配偶者の肩を持つわけでもないんですけども、やっぱりね、3年一緒に暮らしたらお互いに知りすぎてしまったということで、ラブラブというわけにはいかないものです。それをね、差し引いても信じられないほど優しいと今も思わせるっていうのは、配偶者の方なかなか頑張ってるんじゃないかなというふうに私は思いました。人間にはね、適性というものがあって、もし配偶者に解消がないということを嘆くならば、小室さん自身で稼いだらいかがでしょうか。脅かすようで恐縮ですが、太い実家に頼りっぱなしというのもいつまで頼れるのか分かりません。私は働くのが好きだから、どうしても働けばという趣旨のことを言ってしまうので、専業主婦の方からよく批判をされます。それでもね、配偶者の解消のなさを非難しながら生きていくくらいだったら、自分で稼いだ方が何倍も有益な時間の過ごし方ができるんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。配偶者が信じられないほど優しいっていう神から与えられた好条件があるのに、ご自身で働いて豊かさを目指さないっていうのはもったいない話だと思います。あとね、大変言いにくいことを言わせていただくと、失礼ながら今回のご相談もお時間に余裕があるから生じた悩みではないかと思いました。もちろんね、恋愛というのは人生において大切な要素です。ただ社会における婚姻制度の何たるかを承知した上で、またね、そのメリット、これは社会的信用や様々な優遇も受けていて、優しい配偶者もいて、それでも不倫をしちゃうかもと相談をするあたり、やはりお時間に余裕がありすぎるのだと思います。私のようなね、貧乏症の人間から言わせると、そんなに時間があるなら働けばということになってしまいます。働いてね、子育てもして時間もない中でそれでも好きになってしまったっていうんだったら、そのね、切羽詰まった恋心にちょっとはね、応援する気持ちも出てくるんですけども、現状だと一切応援する気になれません。私だったらね、仕事で経験値が高まった元彼もハッとさせるくらい経験値を積んだいい女になって、にやりとしながら見返したいと思うんですけどね。やっぱり私って歪んでるのかしら。よろしかったらこれからもチェックをしてください。高評価ボタンを押してくださったら嬉しさのあまり、追いかけて横浜、あの人が逃げる、残した捨て台詞に誰か見覚えはありませんか、と桜田淳子さんの追いかけて横浜を歌ってしまいます。サザンの歌を歌うと思ったでしょ。でもサザンと女装って相性が良くない気がしたの。腹棒は好きなんだけどね、はい、皆様からのいろいろなご相談もお待ちしています。回答する時のヒントになるので、お住まいの地域とペンネームと年齢の情報なんかがあると大変助かります。ではまた相談室でお会いしましょう。バイバーイ。